私にはこのデュエルを見届ける責任がある。私もお供いたします。 Into the Plains。この目で見届けておかないとな。デュエルはどうなってるかな。流星だ、流星、流星。みんな無事だったか。ええ。来るぞ、キングオブデュエリストに眠るもう一つの魂が。何？名もなきファラオの魂。相棒、ここは俺にやらせてくれないか。もう一人の僕、彼の強さに俺のデュエリストの魂がさっきからうずいて仕方ないのさ。うん、任せたよ、もう一人の僕。行くぜ、ジューダイ君。行くぜ、俺のヒーローデッキの力を見せてやる。俺のターン、来い、バーストレディ。ほう。さらにカードを1枚伏せ、ターンエンド。ジュータ俺のターン、ドロー。カードが剣ならばデュエルディスクは立てる。ならば右手のカードにプライドを、左手のディスクに魂を宿せ。俺はこのモンスターを召喚、クイーンズナイト、クイーンズセイバークラッシュ。トラップ発動、ヒーローバリア。エレメンタルヒーローへの攻撃を一度だけ無効にする。さすがに簡単には攻撃させてはくれないか。俺のターン、ドロー。ヒーローズギルド発動。互いのプレイヤーはデッキの一番上が戦士族だった時、そのカードを手札に加え、そうでなければ墓地に置く。俺のカードはさらに手札から装備魔法よりヒーローを発動。デッキから攻撃力、守備力1000以下のモンスターを特殊召喚し、このカードを装備。現れろ、エレメンタルヒーロー、テザーマン。さらにフィールドのEヒーロー1体につき、装備モンスターの攻撃力を300ポイントアップする。ユージさん、これが俺のエレメンタルヒーローデッキさ。行け、テザープラッシュ。惜しかったな。だがまだまだ甘いぜ。バカな。俺が欲しかったカードはマジックカードでもトラップカードでもない。それはこいつだ、超電磁タートル。このカードが墓地に行ったターンの戦闘をプレイヤーの好きなタイミングで強制終了させることができる。今の攻撃をかわすとは、さすがユージさん。ユージ、見せてやれお前の強さを。手札からはキングスナイト、攻撃表示で召喚。キングスナイトの特殊効果発動、ジャックスナイトを特殊召喚。バカな、俺はモンスターとの絆を信じている。痛みも喜びも彼らと共に。行け、ナイトたちよ、結束の力を見せてやれ。逆転された。全然ね、死ぬかと思った。おい、あれ見、もうデュエルが始まってるのか。ターンエンドだ。俺のターン、全力で行くぜ、ユウギさん。ドロー、エマージェンシーコール。デッキからエレメンタルヒーロー1体を手札に加える。頼むぜ、バルレマン。
バブルマンの効果発動。召喚に成功し、自分のフィールドに他のカードがないとき、デッキから2枚カードをドローできる。マジックカード融合を発動。手札のクレイマン、バブルマンを融合し、現れろエレメンタルヒーロー、マッドボールマン。遊戯さん、勝負はまだこれからだ。ターンエンドだ。さすがだぜ遊戯さん。お前はデュエルを心から愛する真のデュエリストだ。それは今も変わらない。やはり奴の戦術には隙がない。奴のデッキには新たな戦術が秘められているに違いない。俺のターン。俺の最後を心配する前に自分の心配をした方が良さそうだぜ。何？俺の力を、本当の力を見せてやるぜ。三剣士を生贄に捧げ。いでよ破壊神オベリスク。すげえ、これ遊戯が持つ神のカードか。やはり遊戯、貴様は俺が認めた最強のデュエリスト。破滅。よく見ておけ、レイダ。これからの我々の未来のために。オベリスクの巨神兵の攻撃、ゴッドハンドクラッシャー。これで俺のターンを終了するぜ。あんたやっぱり最高の先生だ。オシリスレッドの俺にこんなすごいコンボを見せてくれるなんて。まあそう言うなって。行くぜ、ドロー。フレンドッグを新表示で召喚。そしてカードを伏せてターンエンド。俺のターン、ドロー。このモンスターで攻撃。マグネットウォーリアーガンマ、いけ。マグネットウォーリアーガンマ。フレンドッグが墓地に送られた時、墓地のエレメンタルヒーロー1体と融合を手札に加える。トラップ発動、ヒーローシグナル。モンスターがバトルで破壊されたとき、手札またはデッキからレベル4以下のエレメンタルヒーローを特殊召喚。エレメンタルヒーローワイルドマン召喚。オベリスクの攻撃、ゴッドハンドクラッシャー。よし、次のヤツのターンは勝負だ。俺は伏せカードを2枚セット。ターン終了だ。俺のターン、強力な壺を発動。2枚をドロー。融合発動、スパークマンとネクロダークマンを融合し、エレメンタルヒーローダークブライトマンを召喚。バトルダークフラッシュ。モンスターリプレイスのカードがあるぜ。このカードは自軍のモンスターを瞬時に入れ替え、攻撃力の高いモンスターが一番前に立ちはだかる。残念だったな、俺の伏せカードを見破れなかったのは。それはどうかな。速攻魔法バトルバイ2。相手モンスターの攻撃力は自分モンスターの攻撃力の2倍以上の時、自分モンスターの攻撃力を2倍にする。リバースカードオープン。融合解除。融合モンスター1体を分裂させ、このターンの攻撃を無効化する。俺はカードを1枚伏せ、ターンエンド。
俺のターン、ドロー。アルファ、ベータ、ガンマ、バニー、3体のマグネットウォーリアーが揃った。行くぞ、超電磁合体。マグネットバルキリオン。そうさ、それは勇気ある結束。今証明してやるぜ、マグネットバルキリオンの合体を解除。オベリスクの巨神兵で攻撃。なんだあの効果は。行け、マグネットウォーリアーガンマ。ダイレクトアタック、マグネットソード。まだ終わりじゃない。速攻魔法クリボーを呼ぶ笛。デッキから羽クリボーを特殊召喚。俺は力を出し尽くしちゃいないぜ。俺のバトルフェーズはこれで終了する。だが俺はこのターンまだモンスターを召喚することができる。どうしのぐ遊戯。行け、磁石の戦士たち。ラーの抑心流。ターン終了だ。俺のターン、ドロー。たとえ限られた選択肢しかなくても、その中には必ず運命を切り開く手がかりがある。それが俺の信じるデュエルだ。マジックカード、戦士の生還を発動。自分の墓地から戦士族モンスター1体を選んで手札に加える。戻ってこい、バブルマン。バブルマンの効果発動。召喚した時、自分のフィールドに他のカードがなければデッキからカードを2枚ドローできる。マジックカード、オーバーソウル。墓地のエレメンタルヒーロー1体を特殊召喚。ファーストレディを召喚。そしてカードガンナーを守備表示で召喚。カードガンナーはデッキのカードを3枚墓地へ送り、ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。マジックカード、天よりの宝札を発動。互いのプレイヤーは手札が6枚になるようにカードを引く。俺はワタポンをガン特殊召喚。ラッキーだぜ。こいつは通常のドロー以外の方法でデッキより手札に加わった時、場に召喚できるモンスター。今引いたカードの1枚はこれだ。増殖。この魔法効果によってフィールドの攻撃力500以下のモンスターを分裂させる。さらにワタポンを生贄に。オシリスよ、降臨せよ。これだ、ジューダイ君、これが俺の全力だ。伝説の3体の神のカード、オベリスクの巨神兵、オシリスの天空竜、そしてラーの抑神竜。従来君、君ほどのデュエリストならその相手は神こそがふさわしい。ええ、望むところですよ。こんな相手と戦えるなんて超ワクワクするぜ。そう来なくては。本当の勝負はここからだ。ええ、俺の手札は3枚。
攻撃力3000だと？オベリスクの巨神兵で攻撃！ゴッドハンドクラッシャー！オシリスの天空竜攻撃！サンダーホース！ラーの翼神竜攻撃！カードガンナーの効果発動。カードガンナーが破壊されたとき、デッキからカードを1枚ドロー。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。ここで墓地のテイクオーバー5の効果発動。もう1枚カードをドロー。クロスポーターを守備表示で召喚。だがオシリスの特殊能力を忘れてもらっちゃ困るぜ。行くぜ、オシリスの特殊能力クロスポーターの効果でデッキからアクアドルフ手札に加える。あのカードにはそんな効果もあったのか。マジックカードコンバートコンタクト。自分のフィールドにカードがないとき、手札とデッキからネオスペーシアンを1体ずつ墓地に送り、カードを2枚ドローする。俺は手札のアクアドルフィン、デッキのフレアスカラベを墓地へ送り、2枚をドロー。奴の攻撃をしのぎ切るしかない。お前が真のデュエリストなら、仲間として俺と一緒にいたって無意識の中で常に考えていたはずだぜ。この俺を倒す方法を。マジックカードフュージョンリカバリー。自分の墓地の融合と融合に使ったモンスターを一体手札に加える。俺はマジックカード死者転生を発動。手札の1枚を捨て、墓地にあるモンスターカードを1枚手札に加える。何を墓地に置いたんだ。まさかこの瞬間ネクロガードナーの効果発動。墓地にあるこのカードをゲームから除外することで相手モンスターの攻撃を無効にする。マジックカード融合。クレイマンとバーストレディを融合して、ランパートガンナーを融合召喚。守備表示オシリスの特殊効果発動。行けオシリス将来弾。どうやら強すぎる力があだになったみたいだな。何？ランパートガンナーは守備表示のまま半分の攻撃力で相手プレイヤーにダイレクトアタックできる。プレイヤーへダイレクトアタック、ランパートショット。1枚カードを捨てて、ターンエンド。俺のターン、ドロー。この瞬間、俺の手札は4枚。よって、オシリスの攻撃力が4000にアップ。行くぜ、オシリスの攻撃、サンダーフォー。トラップカード、インビンシブルヒーロー。このターン、ランパートガンナーは破壊することはできないぜ。俺はリバースカードを1枚セットし、ターンを終了する。俺のターン、ドロー。神と呼ばれた伝説のデュエリストだから、どんなデュエルをするのかと思っていたけど。マジックカードヒートハート発動。ランパートガンダの攻撃力をさらに500ポイントアップ。ランパートショット、リバーストラップ発動。マジックシリンガー、その攻撃を無効にし、速攻魔法神秘の中華鍋を発動。モンスター1体を生贄に捧げ、攻撃力か守備力のどちらかの分自分のライフポイントを回復する。まだ俺のターンは終わらないぜ。手札から永続魔法悪夢の新機能を発動。悪夢の新機能は相手のスタンバイフェイスに手札が4枚になるようカードをドローし、自分のスタンバイフェイスでドローした枚数だけカードを手札からランダムに捨てる。カードを3枚セットし、ターンエンド。俺のターン、オシリスの天空竜
ダイレクトアタック！ラーの抑止流ダイレクトアタック。ネクロガードナーの効果発動。墓地にあるネクロガードナーをゲームから除外し、攻撃を一度だけ無効にする。やはり来たか。これが俺の最後の攻撃だ。行くぜ、オベリスクの巨神兵の攻撃、ゴッドハンドクラッシャー。これが決まったら十代は負ける。何？速攻魔法異次元からの埋葬。このカードはゲームから除外されていたモンスターを墓地に戻す。墓地にネクロガードナーが存在するとき、ゲームから除外して相手モンスターの攻撃を一度だけ無効にする。やるな十代君。そしてリバースカードをセット。ターンエンド。俺は倒されはしない。どんな時も信じて戦う。友、自分自身を、そして真のデュエリストを目指す。俺のターン。これを上回る攻撃力を発揮できるか。それが引けなければ負ける。だが俺はこんなところで負けるわけにはいかない。俺の魂の中に眠る奴たちのためにも。瞬間、悪夢の新機能の効果発動。ドローした枚数だけカードを手札からランダムに捨て、トラップ発動。打天使の施し。このターン、互いのプレイヤーは魔法効果で墓地に捨てたカードを手札に戻すことができる。ネクロダークマンの効果発動。ネクロダークマンが墓地にあるとき、一度だけエレメンタルヒーローを生贄なしで召喚できる。花まねろ、エレメンタルヒーローエッツマン。オシリスの特殊効果発動。行け、オシリス将来弾。マジックカードヒーロークラッシュ発動。自分の墓地のヒートハート、エマージェンシーコール、ライトジャスティス、オーバーソウルをゲームから除外して発動。来い、エレメンタルヒーローネオス。行くぜ、オシリスの特殊能力発動、将来弾。まだまだ、最高のマジックはここからだぜ。受け継がれる力を発動。エッジマンを墓地へ送り、その元々の攻撃力がネオスへ加算される。どうしてそんな効果を発動するの？デュエルはもらった。何？分からんのか、ポンコツデュエリスト。ヒーローフラッシュの効果でエレメンタルヒーローは相手プレイヤーに直接攻撃ができる。外した。そんな、すげえ。やべえ、デュエルってのは最後まで何が起きるか分かんねえ。だからワクワクするんだ。お前、最初っからボスカードって切り札出してきたけどさ、やっぱ切り札って最後に出した方がかっこよくね。ヒーローフラッシュって、ふん、お邪魔デルタハリケーンと変わらんな。ユウギさん、俺は忘れない。あなたが俺に送ってくれた最高の贈り物、最高の時間。いけ、ネオス、ダイレクトアタック。ジューダイ君、俺はまだ生きてるぜ。俺の場をよく見てみな。体力増強剤スーパーZ、こいつは相手から2000ポイント以上のダメージを受けた時、そのダメージが引かれる前に一度だけライフを4000ポイント回復する。すげえぞユギ。永続魔法ダメージオフゾーン発動。お互いが受ける戦闘ダメージは半分になる。カードを1枚捨て、ターンエンドだ。俺のターン。
ドロー。この瞬間、悪夢の新機能の効果発動。俺は4枚ドロー。押しに行くの攻撃無理だ。勝てるわけがない。でも10代はまだデュエルを捨ててはいない。ダメージオフゾーンにはもう一つ効果がある。ライフを半分払って墓地に送ることで戦闘ダメージをゼロにする。ターンエンドだ。俺は最後まで。おいおい、君一人ってそれはないだろう。ユベル、あれが。この僕を忘れるからだ。君は一人なんかじゃない。この僕がついている。そうだったな。俺の中には俺を信じるもう一つの魂がある。俺のターン来た。逆転の一手。速攻魔法非常食を発動。自分の場のマジックまたはトラップカードを1枚破壊することでライフを1000回復。破壊するカードはもちろん悪夢の新機能。行くぜユギさん。これがエレメンタルヒーローデッキの力だ。マジックカードミラクルフュージョン。フィールドか墓地から決められたモンスターを除外しエレメンタルヒーローを特殊召喚する。そして呼び出すモンスターは究極のエレメンタルヒーローエリクシーラー。エリクシーラーのモンスター効果。ゲームから除外されていたモンスターをマジックまたはトラップカードをデッキに戻してシャッフル。いけ将来難。このデュエル俺の勝ちだ。それはどうかな。何、俺のヒーローデッキも以前とは比べ物にならないくらい進化してるぜ。マジックカードヒーローマスク発動。バーストレディを選択して墓地に送ることでこのターンのエンドフェーズまでフィールド上に存在するエリクシーラーの名称をバーストレディオとして扱う。どういうことだ。そしてマジックカードバーストインパクト発動。何、こいつは場のバーストレディ以外のモンスターを全て破壊しそのモンスター1体につき300ポイントのダメージを与える。食らえバーストインパクトショット。ヒーローズルール1。自分と相手の墓地から合計5枚のカードをゲームから除外する。除外するのはユウギさん、あんたの墓地の5枚のカード。すげえ。3体の神が破れただと。10代ユウギのフィールドには壁となるモンスターがいないわ。エリクシーラーの攻撃フュージョニストマジスタリー。これが俺のエレメンタルヒーローたちの可能性だユウギさん。もう一息だ。もう一息で奴を倒せる。強い。しかもただ無鉄砲なわけじゃない。そこにはデュエリストとしての冷静な判断力もある。面白いデュエルか。10代くん、君は俺が全力をぶつけるにふさわしい相手だ。あんた最高だ。焦るなよ、ゲームは始まったばかりだぜ。俺はお前と会えたことを誇りに思う。そしてこれからが本当の戦いだ。それはデュエリストの絆だ。それがお前の戦う理由だというのなら俺も全力で戦う。もう一人の僕、楽しいデュエルやろうぜ。全力を出し切った悔いのないデュエルにするために。うん、そうだね。行くぜ俺のターン。ドロー。だが俺もデュエリスト。
目の前に立ちはだかる者は全力で倒す。それが俺のプライド。翻弄するエリフの原子を召喚。続いてバトルだ。翻弄するエリフの原子で攻撃。翻弄するエルフの剣士は攻撃力1900以上のモンスターでは破壊することはできないぜ。行くぜゴロー。エレメンタルヒーローバブルマンを守備表示で召喚。デッキから2枚カードをドローできる。マジックカードオーバーソウル。墓地からエレメンタルヒーロー1体を特殊召喚するカードだ。フィールド魔法フュージョンゲート発動。フィールド魔法バブルマンとバーストレディを融合してスチームヒーラーを攻撃表示で召喚。よし、やっぱり10代はお得意の融合召喚できたわ。バトルスチームヒーラーで相手のモンスターを攻撃。スチームヒーラーの効果を発動。戦闘で破壊したモンスターの攻撃力分だけ自分のライフを回復したか。ドロー。ジューダイ君、今こそ貴様に俺のデッキの真の力を見せてやるぜ。マジックカード発動。黒魔術の儀式。そして手札から八つ星カードゲニーに捧げる。黒混沌の魔術師マジシャン・オブ・ブラック・カオス降臨。もう一人の俺が傷つきながら俺に託した一枚のカード、カオスの黒魔術儀式。光と闇の融合が生み出したカオスの宿りし、至高にして崇高なマジシャンの中のマジシャン。ブラックカオスの攻撃、滅びの呪文デスアルテマ。墓地からエレメンタルヒーローと名の付くカードを5枚選択し、デッキに戻してシャッフル。その後2枚ドロー。ワイルドマンとエッジマンをゲームから除外し、現れろワイルドジャギーマン。そしてマジックカードヒートハート発動。行くぜイーフィギュアジェスブラックカオス。俺のターンドロー。マジックカード天使の施しを発動。デッキから3枚のカードをドローし、その後手札から2枚捨てる。来い城之内くん。引いたぜ。何、レッドアイズブラックドラゴン。デーモンと合体させる。悪魔竜ブラックデーモンズドラゴン。こいつがチーム最強のモンスターだ。バトル。リバースカードをセットしてターン終了だ。俺のターン、ドロー。ダブルマジックを発動。手札のマジックカードを1枚捨てる代わりに相手墓地のマジックカード1枚を使う。そしてマジックカード黒雲パーティー発動。墓地にあるネオスペーシアン1種類につき黒雲を1体、
デッキから特殊召喚する。現れろ、黒雲パンテール。黒雲ビビ、黒雲チキ。予想通りだな。さてどう出る。さらにマジックカードコンタクトを使い、現れろネオスペーシアンたち。マジックカードスペーシアギフト発動。俺の場のネオスペーシアン1種類につき1枚カードをドローする。グローモスとブラックパンサーで生贄に。現れろエレメンタルヒーローネオス。ネオスエアハミングバードコンタクト融合。現れろエレメンタルヒーローエアネオス。エアネオスのモンスター効果、自分のライフポイントが相手より少ない場合、その差の数値分攻撃力をアップ。エアネオスで攻撃、スカイリップウィング。何？かかったな。リバースカードオープン。聖なるバリアミラーフォース。相手の攻撃表示モンスターを全て破壊する。このデュエルの勝負はすでに決した。残念だが、龍儀さん、速攻魔法リバースオブネオス、攻撃力を1000ポイントアップし、戻ってこいネオス。油断したぜ。まさかそんな手を使って上級モンスターを召喚してくるとは。ラスオブネオス。カードを1枚伏せ、ターンエンド。思い切った戦術だ、10代。君は全く破天荒なデュエリストだな。お前の逆転のカード、天よりの宝札は俺にさらなる逆転。このデュエルに決着をつけるべきカードを導いてくれたぜ。俺のターン、ドロー。よし。俺は幻獣王ガゼルとバフォメット王テルダ融合。有力幻獣キマイラを召喚するぜ。いけキマイラ、キマイラインパクトダッシュ。トラップカードドレインシールドを発動。危ねえ。俺はリバースカードをセットし、ターンエンドだ。いくぜドロー。手札のクレイマンとスパークマンを融合。サンダージャイアントを召喚。サンダージャイアントの効果、もともとの攻撃力がサンダージャイアントより低いモンスター1体を破壊。ペッパースパーク。キマイラがこうも簡単に。キマイラの効果によりバフォメット召喚。ベルティックサンダー。そうはいかないぜ。リバースカードオープン。永続トラップ、一族の掟。このトラップカードにより選ばれた種族は攻撃を封じられる。確かに。ターンエンドだ。このカードにかける。遊戯のデッキ、それが魂の交差する場所。俺は手札から真空ファイブスターを発動する。真空ファイブスターは場に5つ星モンスター1体だけが存在するとき発動可能なカード。来いクリボーご兄弟。手札のトラップカードを1枚捨てることによりクリブーの特殊効果発動。いでよクリボール。これがクリボールの特殊効果だ。このターンだけ相手モンスター1体の攻撃力を1500ポイント下げることができる。さらにクリバーの特殊効果により
クリボー5兄弟を合体し召喚クリバミオンバミクリバミオン攻撃バミサンダージャイアントで墓地に送ったネクロガードナーの効果を発動相手モンスターの攻撃を一度だけ無効にできるまさかクリバビロンの特殊効果発動クリボー5兄弟に分離クリベーの特殊効果発動クリバンデッドに合体バンデッド見せてみろ勇気貴様の秘策を城之内あいつは楽しいんだよクリバンデッドの特殊効果発動クリバンデッドを生贄に捧げることでデッキから5枚カードを引き俺は捨てカードを2枚セットターンを終了するドローそして相手プレイヤーにダイレクトアタックだボルティックサンダーやばい遊戯このカードはフィールド上の攻撃表示のモンスター全ての表示形式を変更するバカだ俺のターンドローマジックカード発動手札抹殺プレイヤーは互いの手札を全て捨て同じ枚数だけデッキからカードを補充するさらに俺はトラップカード打天使の施しを発動このターン、お互いのプレイヤーは魔法効果によって墓地に捨てたカードを手札に戻すことができる。10代、君の投資は俺が受け継ぐ。俺はマジックカード、イニシエのルールを発動。手札からレベル5以上の通常モンスターを特殊召喚する。現れろ、我が最強のしもべ、ブラックマジシャン。マジ来た奇跡を起こすというのか勇気マジックカード発動魔術の呪文書行けブラックマジシャンブラックマジマハードファロン3000年の時を超え再び我が魂あなたに捧げるこれが俺の最後の切り札にして我が最強のしもべブラックマジシャンこのブラックマジシャンを倒さない限りお前に勝利はないこのターンさらに2枚の捨てカードを場に出しターン終了だドローライフかデッキのどちらかが尽きるまで突っ立っているしかないのかそうか運命はまだ完全にその扉を閉ざしてはいないカードを2枚伏せターンエンドだ俺のターン行けブラックマジシャン奴にダイレクトアタックリビングデッドの呼び声発動俺はまだ諦めちゃいないいやできるリバースカードオープン手札を2枚墓地へ送って進化する翼を発動羽繰り棒が羽繰り棒レベル10へと進化羽繰り棒レベル10はその身を挺して相手フィールド上の攻撃表示モンスターを全て破壊しその攻撃力分のダメージを相手に与えるダチューライクそんな戦略は俺には通用しないぜトラップカードオープンブラックイリュージョン何こいつ
つはフィールド上のブラックマジシャンを発動ターンの間モンスター効果から守ることができる。だが相手はこのカードの効果でデッキからカードを1枚ドローすることができる。ドロー！行くぜブラックマジシャン。プレイヤーにダイレクトアタック、ブラックマジック。ビッグシールドガードナーを守備表示で召喚。さらにカードを2枚捨て、ターンエンドだ。それじゃ行くぜドロー。今のターンで俺を倒しきれなかったことを後悔するんだな。カードを1枚伏せ、さらにマジックカードミラクルコンタクト。フィールドか墓地の融合素材モンスターをデッキに戻し、ネオスと融合したモンスターを特殊召喚する。墓地のネオス、クランモール、フレアスカラベをデッキに戻し、トリプルコンタクト融合。現れろエレメンタルヒーロー、マグマネオス。フィールド魔法発動、ネオスペース。ネオスペースはマグマネオスの攻撃力を500ポイントアップする。そしてマグマネオスの能力でフィールドのカード1枚につきさらに400ポイントアップ。いけマグマネオス、スーパーヒートメテオ。それはどうかな。トラップ発動、迎撃の盾。ビッグシールドガードナーを生贄に、その守備力2600ポイントをブラックマッシャーの攻撃力に加える。スーパーヒートメテオ。トラップ発動、ソウルシールド。このカードはライフポイントを半分にすることでモンスターの破壊を無効にし、バトルを終了させる。俺のターン、ドロー。俺は手札からティマイオスのマナコを発動。何？ティマイオスのマナコとブラックマジシャンを合体。イデオアミュレットドラゴン。なんだあのモンスター。気をつけろジーダ。アミュレットドラゴンの特殊効果発動。召喚時に墓地のマジックカードを全て取り除き、1枚につき300ポイントアップする。攻撃が通れば十代くんは終わりだにゃ。アミュレットドラゴンで攻撃、マジックデストーション。慌てるな、勝負はこれからだ。俺はトラップ発動、魂の結束ソウルユニオン。何？このカードは墓地のエレメンタルヒーローを1枚選択し、ネオスにその攻撃力を加えることができる。俺が選ぶのはエリクシーだ。スーパーヒートメテオ。ジュダイ、俺の伏せたカードはモンスター回収のカード。場のモンスターカードおよび手札をデッキに戻しシャッフル。そして新たにカードを5枚引く。俺が繰り出す攻撃の全て上を行く。マジシャンズ・バルキリア召喚。そしてディメンションマジック発動。現れろブラックマジシャンガール。さらにお前のモンスターを破壊する。俺は伏せカードを2枚セット。ターンエンドだ。次の俺のターンが来たところで俺の負けが確定する。十代君、このトーナメントを戦ってきたデュエリストたち、
そして応援してくれるみんな、ここに集まってくれた人たち、世界中のデュエルを愛する人々。ユギさん強すぎだよ、マジ強え。こんな強い人に会ったことがないってくらい。今それを証明してやるぜ。俺のターン。ユベル、お前の言う通りだ。デュエルが誰とでも楽しいわけじゃないことを知った。デュエルに重大な責任が伴う時があることも知った。それを引き受ける覚悟は大人になるということで。けど決して忘れちゃいけないことがある。それをマジックカードテイクオーバー5。デッキの上からカードを5枚墓地へ送る。究極コンタクト融合、来いゴッドネオス。ゴッドネオスはデッキからネオスペーシアンを選択、除外することでそのモンスター効果を吸収。1体につき500ポイント攻撃力をアップする。ゴッドネオスレジェンダリーストライク。リバースカードオープン、マジカルビジョン。このカードは自分の場にブラックマジシャンガールがいるときに発動。ワンターンの間だけブラックマジシャンガールを守備表示のハトトークンに変える。吸収したブローモンの能力発動、シグナルチェック。相手デッキの一番上のカードをめくり、そのカードの種類により発動する効果が決まる。相手はそのカードを手札に加えることができる。ドロー、モンスターカード。何？モンスターカード、執念深きローマ術師。さらに吸収したエアハミングバードの効果発動、ハニーサック。何？俺のターン。この状況を逆転できるのはあのカードしかない。もしそれを引き逃せば、俺は自分のデッキを信じるぜ。ドロー。ヘルだから強欲な壺を発動。デッキよりカードを2枚ドロー。俺は手札よりマジックカード使者蘇生を発動。いでよブラックマジシャン。お師匠様、なんだかすごく強そうな敵なんですけど。臆するな、私たちとマスターたちの力を合わせれば必ず勝てる。はい、トラップ発動、ブラックスパイラルフォース。なんだと？操作優勢。このカードはフィールド上のモンスター1体の攻撃力をさらに2倍にする。さらにマジックカードブレイブアタックを発動。何？ブレイブアタックは俺のモンスターの攻撃力の合計で敵一体のモンスターと戦うことができる。行け、ブラックマジシャン、ブラックマジシャンガール。行くぞ。はい、お師匠様。ブラックツインバースト。ゴッドネオスレジェンダリーストライク。俺はモンスターを守備表示で出す。場にカードを1枚捨て、ターンエンド。俺のターン。ここで墓地のテイクオーバー5の効果発動。もう1枚カードを取ろう。俺は力の誘惑に負けてなどいない。墓地のネクロダークマンの効果発動。エレメンタルヒーローを生贄なしで召喚できる。現れろネオス。リバースカードオープン、黒魔族復活の棺。このカードは相手が召喚したモンスターと自分のモンスターを生贄に、墓地の魔法使いを復活させることができる。俺が復活させるのは
ブラックマジシャン。ほう、マジックカード、モクスル使者を発動。エレメンタルヒーローネオスを、こっちより召喚。ターンエンドだ。行くぜ、俺のターン。ドロー。俺はマジックカード、ブラックスピアをブラックマジシャンに装備。ブラックスピアがブラックマジシャンに装備されたとき、攻撃力が相手の守備力を上回っていた場合、その分のダメージを相手プレイヤーに与える。行け、ブラックマジシャン。ブラックマジネオス。ターンを終了するぜ。あの時と一緒だな、うん、俺のターン。ありがとう、俺のデッキ。お前たちこそが俺が築き上げてきた絆の全て。マジックカード、潜入スパイヒーロー。デッキからランダムにカードを2枚墓地に送って発動。正義のヒーローが素早くあんたのマジックカードをいただきに行くぜ。そしてマジックカード、死者蘇生発動。ネオスを特殊召喚。さあ来い。俺はあなたのおかげで取り戻せた。俺が知らない間に失っていたもの、どんな大人になろうと決して忘れてはいけないもの。メオス、行け、ブラックマジシャン。ブラックマジシャン、エレメンタルヒーローネオス。もうどんなことがあっても忘れない。どんな時でも素直にデュエルを楽しむ気持ちを。